いよいよだな。だがうまくいくとは思えん。奇跡を祈っとくよ。見せてやる。なんだ、どうした。よし、これで岩を吹き飛ばせば動力源が露出するはず。戦ごっこか。傷つくのは巨壁の心くらいだ。さあほら、惨めな振る舞いはいい加減やめにしたらどうだ。もう一度だけ聞くぞ、テコーテ。ヘカーロの求めに応じるんだ。貴様らの方こそ手を引くなら今だぞ。さっさとこの力失せろ。その傷者も一緒にな。これでもう隠れていられなくなったな。ヘカーロに従うんだ。断る。この巨壁は立て直せばいい。即刻な。ここにいると危険だぞ。巨壁はたった一つの大砲で崩れ去った。なら機械の軍団はどうだ。生き残る唯一の道は族長のもと皆が団結することのみ。空の民が巨壁に守られている限り、挑戦者は派遣しないと吐き捨てただろう。巨壁は崩れ去った。であれば、あの言葉撤回するな。遅れ。よく聞こえないな。挑戦者を遅れ。それでは闘技場を空の一派の色で染めるがいい。お手柄だったな。空の一派はどうなるんだ。壁なしでやってくしかないが、テコーテのような奴に服従し部族から孤立していくよりはマシだ。とはいえ、気になるならゲラーと話せ。一派の同志だ。手助けがいるなら教えてくれ。そうか、覚えておく。俺は行くぞ。族長に報告だ。カルラットで会おう。ああ。また奇跡が起こるといいがな。上に登って様子を見てくるか。ゲラという同志を探さないと。立つ前に装備も整えた方が良さそうだしな。雪が溶けて服に染み込んでる。参ったな。
戦争があろうがなかろうが、狩り場はいつでも使えるから。